名古屋の地下鉄伏見駅。こんな光景が当たり前になりつつあります。エスカレーターに2列で人が立ち止まって乗っています。これまでは左側に立ち止まり、右側は歩くのが名古屋の常識。しかし去年10月、事故を防止するため立ち止まって乗ることが条例で義務付けられ、名古屋市が今日発表した調査結果では、エスカレーターで歩く人の割合は条例施行前の 15.6% から 7.3% まで減りました。その一方で、朝とかだと急いで走ってったりする人はいるなぁ。なんか右側に立つっていうよりかは左側にもう立つように意識的にしてて、右側に立つっていうのはあれですか、どうですか。なんか今まで歩いてる人多かったから、ちょっとなんかそこで立ってるとなんか後ろから早く行けようみたいな人がいた時にちょっと気まずいかなって思いますね。どうすればエスカレーターで歩いたり右側を開けたりする習慣を断ち切ることができるか。名古屋市は AI 人工知能を使った実証実験を始めました。撮影するとこんな感じで、3次元的にですね、もう3次元的にはその AI というか、物体とか人物の検出っていうのは、結構最近できてきた技術でして、名古屋工業大学発のベンチャー企業が開発した AI を搭載したセンサーが、エスカレーター上の人の動きを検知します。歩く人がいると条例違反です。エスカレーターは立ち止まってご利用ください。スピーカーで注意喚起する仕組みです。右側が空いている場合は、片側が空いています、2列で立ち止まってご利用ください、ご協力ありがとうございます。かなり歩く人は減ってきたところではあるんですけど、先行事例なんかだと、条例ができてから1年後に元に戻ってしまったっていう話も聞きますので、 AI ですとか先進技術を活用して省力化しながら、効果を上げていければなというふうに思ってます。注意喚起とはいえ、かなりインパクトが強いこの音声については、今はかなり音も大きいですし、文言も強い言葉になってるんですけど、それを例えばもうちょっと小さくても効果が上がれば、音声も下げてもいいと思いますし。名古屋市は今月いっぱい伏見駅で実証実験を行い、今後場所を広げるかどうか検討するということです。立ち止まってご利用ください。